ギャグ分からんのよ。お前なさったりみたいよ。あばらここ全部折れてんからお前。いやほんま大げさに4本折れてんからな。最高そこかロペか。最初にそのラファエルさんとのコラボの話があった時も、うん、クレベルさんはすごくびっくりして、嬉しい、マジっすか、ギャグでめっちゃ笑い、私嬉しい、本当でありがとうございます。いやありがとうございます、本当にめっちゃ嬉しいです。いや今日対談ということでお邪魔させていただいて本当にすいません。なんか本来だったらね、あのスパーリングみたいなことが本業だったらすると思うんですよ、動画のコンテンツ的には。まあでも対談だけっていうことで本当にありがとうございます。まだっすよ、ナマさん。はい、まだっす。質問ですか。いや、あのこれ今日あれっすよ、スパーリングっすよ。絶対嫌やって俺、絶対嫌やで。うん、去ったり以降二度と誰ともやれへんって決めたやんってなってたでしょ。なってたよ、だからもうこっちのチャンネルに一切コラボせんって決めたもん。いや、あの、DM 来たんで。いや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 、私がちょっとがライジのすごいいいの練習だったらお味噌が出るかもしれないな。だからお味噌も出たくないし、僕が頑張ったらお味噌が出てくれると思うんですか。そうです。どういうことそれ。自分でまあお味噌がでまあ相手まだいないな。もうラファエルがどうですかかな。いやいや速攻負けますって嫌ですよ、僕やめてくださいよ。いや投げんなお前。殴ったら嫌やから、ちょっと充実とかの軽いやつやらしてくださいよ。いや、それでも軽くないけど。まあまあまあ、三角締めとかやめてや、ミクルさんにやったやつ。あれ、考えてるな。あれ、やめてや、絶対やめてや。言葉もちょっと半分通常せえへんねんから、もう怖いねんけど。さっきのだろ覚えてる。これがもう、朝倉の知り合いかな、もうちょっと。それでやってほしいですね。それでやってほしいですね。ちょっと、いやいやいや。時間もあれなんで、嫌いで、まだ。わかりましょう。めっちゃ嫌や。日本のトップ選手の YouTube で今日落ちたいっす、はい、よし。格闘家やもんね、もしかして知らんくらいやから、まあまあまあ、ワンチャンあるよな。ワンチャンっすよ。めっちゃ強いとこ持ってんじゃん、はい、勝手に。ガタイもいいっす、ね、お願いします。お願いします。ちょっと勘弁してくださいよ。対談だけは持ってましょう。お前カメラ、ま、持ってるのなんでかなと思ってて、はい、マジで嫌やねんけど。こういうのことですよ。でも格闘家みんな言っとるよな。みんなギャグ分からんのよ。熊谷のさったりみたいやろ。あばらここ全部折れてんから俺。いやほんま大げさに4本折れてんからな。見たやろあれな。やめとけって、ほんまに俺それが嫌やから絡みたくないよ。万が一まぐれでちょっとでもなんかいい感じになってしまった時のスイッチの入り方がもうそれが嫌やな俺。いやまあそれがまあでも、うん、今まで絡んだやつ全員それ逃げたのかな。はい、ということでちょっとじゃあ自分の紹介入れましょう。なんていうジムですか。フィットネススタジオキネティックアーツ渋谷さんです。フィットネス長いわ。フィットネススタジオキネティックアーツ渋谷アーツ渋谷さんお邪魔します。カフェとかもあるんですよね。はい、もう二度と来ることないです。僕は本当に申し訳ないですけど、これどういうルールでやるの。柔術でしょ。ほんまにそれやで。殴るのはさすがに嫌やで俺、はい、こんなにイケメンやのに。いやこんなにイケメンに産んでもらってんのに。分からん殴ったりは絶対あかんで。この間インスタグラム写真見たやろ俺の。はい、なんかねあれちょっと腹立つわ。うん、いやしょうなんや。たまたまあれ2日で泥酔してる状態で撮ってあれやねんから、はい、きたちょっともうその T シャツとかジーパンでいいんですけどね。やめてくださいよ。お願いします。うわちょっと本気なやつ怖いって。キャパイルが前何やったか写実格闘技日本憲法みたいなことやってました。あ、日本憲法でみたいなことをやってました。ルールだけ説明してくださいよ。わからないで、もうちょっと、社長、無視するのやめてくださいよ。ちょっといてください、そばに。怖いから。なんかたらすぐ止めてくださいよ。充実みたいなことでやらせてくださいよ。バイトゥールって聞いてるんですよ。一緒かな。まあ、もう素手で、素手やん。髪の毛掴むのと筋肉が青か全員アホやん。じゃあバリトゥールじゃない。誰がヒクソングレーシーやねん。違う柔術ですって。殴るはなしなしで、なしなし。一番得意なのは喧嘩なんですね。喧嘩ですかから。どういうルールなんですか柔術。ちなみにどうタップしたら負けなのは分かるんですけど、組み技だけってことですもんね。基本的には殴ったり蹴ったりしなければ大体 OK です。説明雑やって。この間はベルト持って出したいね。説明雑やって。もうこちらがプロなんで分かってますもんね。いやそんな速攻負けるもん俺。いやだから三本勝負です。そうですよ、すぐ終わっちゃうんで。三本お願いします。お願いします。横はちょっとマジで、はい、マジでユリシャってるのもこいつジュシーツシンチサービス。ジュシーツとかはなんかやってます。いや、やってないです。だからその日本憲法がちょっと寝技があるんで、はい、ちょっと寝相あったんですけど、もう素人です。
俺のターンじゃない、俺のターンじゃない、今俺のターンじゃない。絶対クルベルさんのターンや、今の。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。よし、大丈夫って。よし。あ、もう始まってんの？始まった。始まった。よし、なんでも。え？ちょっと、もう力強いって。力あるじゃん。力あるな。よし。せっかく入るかな。どうしようかな。ありがとう、ありがとう。お、でも、すごい。マスクル取ってる。あ、かかマスクル取ってる。どうしようかな。落ちた。めっちゃ力強い、やばい。どうじゃ。チャンスあるか。みんな取ってる。うわ。あかん。うわ、やばいな。粘ってんじゃん、俺結構、はい、強いな。よし、チャンスよ。取られるともう分かんねえ。何されるか分かんねえ。痛いやつやって。勢いつけんなよ。絶対勢いつけちゃうんだよ。こいつダメだ。殴ってきたってさっき。よしゃってるよ、腕。うわぁ、こっちからあるんだよ。ほらほら、俺強いな。ほらほら、めっちゃ強いな。おっ、あいだあ、終わってくい。あ、痛い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 。もう一回。どうしようかな。どうしようかな。逃げる。もう頑張る。うわあ。うわあ。ありがとう。うわあ。逃げた。行こう、待って待って早くんな。はい、負けどうですか。めっちゃ強い。でもとんでもないって。なんかさ、74キロでしたっけ。74、いや、ほんまに80、90感じる。タカさん今何キロでしたっけ。75、2やってよ。俺の軽量やねんぞ。もうほんとバーってるよ。お身が壊れる。これから本物です。よろしくお願いします。あ、ちょっと第2ラウンド。お目が壊れで。よし。最高。そっか、持ってか。よし。ありがとうございました。どうですか。いや、体力が無理。いや、でもすごいいい経験や、これ。息が持たないですね、スタミナが、うん、これからレモンサイで一緒の練習でよろしくお願いします。いや、もう十分もないっす。もうマジで合わないっす。誰にも挨拶せずに帰る。めっちゃ不愛想のタレントやって帰る。でも本当持たない。本当力合ってるよ。びっくりした。いや、本当本当ですか。本当、お前全部センス合ってるよ。え、捕まってるとか何でもそれができるよ。マジっすか。本当マジで行けてた結構。はい、いや、びっくりしたっすね。でも、もうスタミナが無理で、はい、しんどくて。でも、体もすごいじゃん。うん、やーかほんと、ほんと、体中痛い。お店がいそうですかね。おいっす。大臣新しいメンバーでお店分かれ、どうですか。絶対より。社長が。見たやろ、今の情けないの。誰相手かな、まあ、柴田君か。あ、分かった。YouTube の VS YouTube で。語れ。店長も相手。相手店長も。いや、おんない。ラファエル、VS。朝倉みくん。2秒で。じゃあ2人で友達。大丈夫、朝倉大丈夫、絶対勝ち。そういうこと言うなって、この動画で。そういう人でしたね。言うなって、そういうこと。いや、本当ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当ありがとうございました。じゃあ、チャンネル、前半見てください。お願いします。ありがとうございました。すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。カレーパンのこのメニューライセンス、これ年間40万やってますけど、なんと全国にエージェントの方募集します。
先月も100件とか来たんですよ。契約を持ってきてくださった方に10万円支給します。これやばくない？仕事しながら何歳でもいい、18歳でも16歳でももう1歳でもええわ。3件契約したら30万ですよ。10件契約したら100万やで。どんなアルバイトでもこっちの方がいいよ。俺1ヶ月1000件取れる自信ある。1000件取ったら1億円ですよ。これはマジでやばい。何の契約書も何もいらないです。勝手に営業やってください。話が固まりましたら下記の動画概要欄に、もしくは DM でも何でもいいです。確定したらください。